眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。サバイバルゲームやりたい。唐突ですね。サバイバルゲームがどうしてもやりたいな。サバイバルゲーム懐かしいな。あれが欲しいんですよ、ハンドガンが。私、はい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 、欲しいなと思う時は時々発作的に来るんですよ。周期的に、周期的に、月の周期でね。月の周期、うん、来るんですよ、ハンドガンの欲しいブームっていうのはね。あ、そうですか。月に一回来る、月のものとしてね来るんですよ。すごい、なんか女性みたいですね。いやいやいや、言いづらい。女性は月に一回ハンドガン欲しいとか思わないですか？いやいやいや、女性だって欲しがる人いるでしょ。月に一回ハンドガン欲しいな。そうそうそう。いや、男だけの世界じゃないですよ、今。その女性も欲しい。男女平等、平等ですから。そういうことか。うん。ハンドガン欲しい。あれ進化してんですかね、ハンドガンってね。それがね、もっと進化、もっと早くていいと思うんだけど、進化しないのね。もういい加減フロンガスでやる、フロンガスじゃないけど、うん、あのガスガンじゃなくて電動でちゃんとヘビーウェイト素材を使って、うん、でブローバックしてやってほしい。なんで、ね、ブローバックはやっぱりガスの方が上なんですかね。いい加減変わってほしいな、あれ。ベレッタぐらいですよ、ハンドガンでちゃんとブローバックして。グロックとベレッタぐらいですよ。東京丸いから出してる。それ電動なんですか？電動なの。じゃああるんだったらいいじゃん。いやいや、だからもう質感がダメ。あ、やっぱり、そう。そうなんだ。うん、質感がいいやつ。昔で言うと田中製だったり、ウエスタンアームズだったりとか。あと、マルゼンの質感。あれは最高だったな。あ、それ全部、エアガンのメーカーですか？うん、そうです。で、それはもう全部、質感がいいのは大体ガス銃なんですよ。ガスガンなんですよ。だけど、ガスガンって言ったらね、タンクなんかもやっぱり液漏れするから、消耗品だし、冬は使えないし。そうか。うん。僕は本当に道具として使ってますよ。ゴキブリ殺したりとかね。大体虫退治するのは大体僕ハンドガンでやっちゃうんだよね。あと電気消すのとかね。あ、なんか先生の、思い出した急に。はい、あ。あの、電気つける、はい、スイッチに穴開いてんの。あ、ビビーダの穴です。あの、寝てる時に、そう、寝てる時に消すのめんどくさいなって言ったら、そこで枕元でバーンつって言って、消すんですよ。いや、そんなこと俺、私、息子にやられたらちょっと怒りますけどね。うん。お前ふざけんなよって、お前ここ賃貸なのに何してくれてんだって話になりますけど、うん、え、先生がそれガスガンで穴開けた家とかも賃貸の家ありましたよね、はい、だったかなあったと思いますよ、登り方が。すごいな、うん、ありましたね、それ。まあでもそういうのほら、保険で。直しろ。そう、損害保険でしたっけ、はいはい、うん。火災保険が。火災保険か。はいはい、うん、直せますからね。なんですかね、うん、まあ、うちの親がやってると思いますけど。え、ちなみにグロックだったら、はい、そんな質感そこまでね。いや、ダメ、やっぱり電動ガンのグロックはダメ。ダメ、東京丸いから出してるやつは。まあもうちょっと大人っぽいやつ出してほしいな。あ、そうなんだ。まあもともとがグロックっていうのは樹脂製のやつだから、質感そこまで上げなくてもいいけど、うん、でもね、やっぱ本物の樹脂のやつに近いやつってないんですよ。プラスティッキーに作っちゃうんですよ。あ、うん、そんなんじゃないだろう本物はっていう感じなんですよ。いや、ハンドガンね、なんか知んないけど、やっぱり男の人ってハンドガン持ってると落ち着くんですよね。うーん、僕はもう生まれつきやっぱ武器を持ってると落ち着くのね。生まれてから子供ってみんな生まれて何も教えなくても、女の子はお人形抱いておままごとするでしょ。男の子はどちらかっていうとやっぱり変身とか、とかちゃん、昔で言うとチャンバラごっこだったりとか、うん、銃持ったりとかするの好きじゃないですか、うんうん、そうですね、分かれますよね。そうです、ね、あれは全然教えなくてもそのなんか本能として分かれるじゃないですか。なのにある程度の年いくと急になんか LGBT とかって言って、一緒になるじゃないですか。そうです、そうです。何なんですかね、せっかく生まれた時別々だった人たちが。うん、面白いなと思ってしますけど。そのまま行きゃいいのに。それぞれの役割で別々なんだから。そうですね。ね、うん、そうじゃない人
で、でも別に攻めてるわけじゃないんだけどな。攻めてるっていう空調になっちゃうんですよね。攻めてるってのは？ほら、例えばその、ノーマルじゃない方、ノーマルじゃないっていうこと自体がダメなのか。うん。そう、なんて言うんだろう。じゃあ、ゲイの方とか、うん、そういうことを責めたりする風潮があったのは、うん、でもそれキリスト教のせいですよね。別に日本ってそんなに。ああ、そうでしょ？うん。もともとヨーロッパから来てでしょ？ね、そうですよね、うん。ヨーロッパはね、古い歴史にあるんですよ。恨みが。男性への恨みがあるんですよ。でそれに対する、復讐っていうのも実はあるんです。あんま大きな声で言わないけど。うん、で、それの風潮がだん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 広がっていって、うん、もうヨーロッパではもうそういう風になってんだよ。日本はいつまでもなんか知んないけど、遅いね、みたいなところですよ。どうせ。そういうことかな。うん、だ自然でいいのよ。だから生まれて、そう、本当は何も教えなくても子供の状態が、あれが自然な形なんですよ。うん。うん、もう、最初から人形を抱いてね、うん、おままごとして、お母さんごっこする。で、いつの間にか、お母さんのお化粧道具を盗んでやってみたいなっていうところが始まってって、ああいうのも、男子じゃやんないんだから。うん。うん、まあもちろんね、男子でもやる人は、もう、で、男子でやりたい人がいたらそのままやらしたらいいと。うん。うん。だからとにかく子供の時が一番、なんていうか、ノーマル。うん、ニュートラル、うん。そのニュートラルのまま育ててあげるのが一番の幸せなはずなのに、うん。うん、と思うんですよね。そうですね。なんか不自然になっていく。確かに確かに。うん。うん、だから、僕一番大切にだなと、いいな、すごいなと思うのは、女の子って、いつの間にか人を育てる。子供を育てるっていうことにちっちゃい時から憧れを持っていて、うん、そしてお母さんの真似をするにしても美しくなりたいっていうのを自然の流れでも持ってるんですよね、うん、それは男の子っていうのは奥手なんですよ。そこに部分においては、うん、女の子ってそこ先進んでる方が多い、うん、子が多い、うん、でももう早くも女の子ってやっぱり子供を育てるための勉強がこうしたがるようになってるんですよね。自然ってすごいなと僕は思ってますよ。うん。で、男の子はっていうと何も教えなくても戦うってことやるでしょ。やっぱり人間男子って人類の男子、うん、これは戦いの文化持ってるんですよね。あれ不思議だと思いません？うん、まあ何も戦いだからって暴力なわけじゃないですもんね。じゃないじゃない、うん。うん。狩りをするとかそういうことでしょ、うん、うん。いろんな意味でね。そうなんですよ。うん、戦って獲得してくる、そうのが刻まれてるのかもしれないですよね。そうそうそう、そう、うん。そうなんです。だからイギリス行くとね、フォックスアンブレラって傘がすごい細いんですよ。あれなんで細いんですかって聞いたらね、いつかその戦争がなくなった時に剣を刺さなくてよくなった。でも剣を刺さなくなってから男の人は自分の、威厳を保てなくなるし、剣を刺さないってことにちょっとやっぱ慣れてない。だから剣の代わりになる傘、ものを傘にしてるからって言ってましたけどね。うん。じゃあそれだけ大切なんですよ、武器って。なるほど。うん、男の人にとっては。うん。だけどやっぱり、日本でも、ね、廃刀令によって、武士たちがみんな刀を置かなきゃいけなくなって、寂しい思いしたと思いますよ。ああ。うん。そうかな。そう。だ僕だからね、朝起きて、あ、武器はないのか、武器は、っつって、うん、まず探しますよ。そんな DNA に組み込まれてますか？ありますね。あ、でもね、本当に僕、大学時代に、はい、うちの母親と、ほら、戦争してたって話し、家の中で戦争して、はい、うちの母親が、殺し合いの話です、ね。殺し合いしてたんですよ、母親とね。だから、いつも枕の下には、いつも武器を仕込んでて。うん。おいで、階段の音がして、上がってくる音がすると、階段の上がりきったところに鈴をつけた糸をこうやって、赤い、こうやって糸をね。で、あそこに、リリーンってなると、あ、来たなと思って。うん。それで、こう、枕元からが、ブローニングハイパワー MK3 と、掃除機の、棒を取って、それで応戦するんですよ。ああ、なるほど、うん。近づけないようにこうやって。そうそう。うん。それで、いや、だけど、ある時で、なんだっけ、ドアの近くにまで来たんでね。はいはいはい、ドアを近く、今だと思って蹴破ったんですよ。はい、そしたら、ドアの角が顔のここに当たって。はい。うん。こうやって、うわ。うん。で、それから、うわーって、母親がなってて。それ、うん、すごいですね。そうそう。ギリギリ家庭内暴力
黒か白どうなんですか、あれは。だからでも虐待殴ろうと思ってしたわけじゃないですか、ね、守るため。そうですよね。僕は別にあれは用はないんだもん。殺されるからね。包丁持って置かれてくるんですよね。そうそうそう。だから児童虐待に対して抵抗してるわけですよ。うん。そうね。壮絶ですね。うん、壮絶でしたね。壮絶ですよ、うん。ないでしょ、そういう経験。さすがにないですね、うん。母親に殺されそうになったことはないですね。そう。だから学校は、学校とかね、うん、山崎さんといるときは本当、僕はね、幸せ、天国ですよ。で、家帰ると地獄が待ってますから。そっか。そう。で、もうそっからが戦いですよ。壮絶だな。そうそうそう。まあ、そんなんで、私はいつもね、その武器を枕元に置いてたりとかしたんですけど、うん。だから武器が手元にあるっていうのはね、落ち着くんですよ。です、誤解のないように言っときますけど、はい、こう全部ですから、ね、モデルガンというかそのエアガンの話ですからね。なんでかっていうと、はい、こんな注意したかっていうとね、はい、いや、先週、うん、これだから放送考えると2週間か3週間ぐらい前になると思うんですけど、はいはいはい、拳銃持って立てこもった人いたの覚えてます？あ、なんか言ってましたね。僕は詳しく知らないのに、どういう話なんですかね。郵便局に、うん、ね、うん、郵便局に、拳銃持った、うん、本物の拳銃持った、あ、トカレフですよね。そうそう、うん、おじいちゃんが、お立てこもったんですよ。なんで持ってたの、トカレフなんて。でしょ、うん、で、そこについて触れてる報道機関一個もないのってすごい気持ち悪くないですか。確かに。みんな、当たり前のように、いや、拳銃を持った、犯人が、今、郵便局に立てこもってますって言って、うん、いろんな各局で放送してるんだけど、でも、普通、立てこもってる最中って言ったら、うん、普通は生放送で、どうなってるかって、各局みんな取り上げると思うじゃないですか。うんうん、だけど、あの日って、普通に野球の中継とか、うん、バラエティ番組とか、ちゃんと普通に流すんですよ。うん、NHK でさえ、ニュースの時間になったら、現在、うん、郵便局に立てこもってますってやってるんですけど、うん、それ以外の時間触れないのもちょっと不自然だったんですけど、うん、その翌朝、うん、犯人が捕まりましたって、ね、うん、は、無事よかったですねって言って、うん、いや、その前になんで拳銃持ってたのかとか、うん、みんな気になんないのと思って、うん、一切取り上げてないんですよ。そうなんだ。どこのチャンネルも、ワイドショーも。なんでだろう。怖くないですか、うん、なんでだと思う。いや、まだ、その、わかん、原因がわかんないから、いや、わかんなくても、いや、ワイドショー好きかって言うじゃないですか。で、専門家も出てくれば、専門家じゃない人も出てきて、ああでもない、こうでもない、きっとあれはな、どうやって手に入れたんだとか言うじゃないですか。それないんですよ。確かに。普通に捕まってよかったですね。おしまいですよ。ほいで、おじいちゃんも多分きっと、まあ、元そういう本職のヤクザの人だと思うんですけど、多分ね。だけど、それについては一切触れずに、だから無職の、なんとかさんとか。ああ、そうなんだ。そう。なんで取り上げないんだろう。うん。大体拳銃持ってるおじいちゃんがその辺にいるかもしれないってこと、怖くないですか、そんな。まあ確かにね。うん。そっちの方が大ニュースだったんですけど。こっちの方もね。本当怖い。立てこもったこともそうだけど。そうそうそう。コンビニにナイフ持ってる、デパ包丁持ってる人が現れたと、ちょっと違いますからね。いや、本当だ。うん、ねえ。拳銃は。ねえ。いや、欲しいけどね。欲しいですけどね。うん。うん、いや、でもトカレフ。それはいらないね。うん。トカレフだったらブローニングが欲しいな。あと、悪さ PPK とか。なんでそういうさ、まともな、銃入ってこないで、なんか、ブローニングの偽物である、その、ロシアのトカレフとかさ、あの、どうでもいいやん、あの、汚ねデザインでね。もっと美しいスミス&ウェッソンとか、そういうのがいいな。これとガバベントとかね。でも、そうだよな。アメリカ行ったら手に入るんですもんね。そうそう、欲しいね。弾はいらないから。物だけでも、ね。物だけでも。物だけでも持ってたら捕まりますから、ね。捕まっちゃうからな、日本もね。ハンドガン欲しい。ところで、銃について、うん、まあ、ちょっとした疑問があるんですけど、ほうほう、銃をその紹介とか解説したりするそのサイトとか、本とかってあるじゃないですか。うん、はい、あの時に、1秒間に何発出るっていうのって、その連射速度みたいな、連射性能みたいなのをアピールする、うん、サイトがすごく多いんですけど。へー。あれ何なんですかね。
あの速さが速いからって。え、ハントガン？いや、ああ。銃です。あ、銃？な、それは連射の性能ってすごい銃の中で一番重要じゃないですか。その、そうなんですか。性能分かりやすいんじゃないですか。なんでなんですか、あれ。いや、分かんないけどね。それだから弾詰まりがないとか、それだけこう早く出るっていうのは、例えばこう連射した時に、連射の性能が悪いと間が空くじゃないですか、間隔が。はい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 、だからそれよりも早いと、ダーッと一気にいけるから。うん。そういうことか。うん。それ重要じゃないですか、それは。そっか。うん。アサルトライフルって基本的に動いてるものを撃つからか。そうじゃないですか。そういうことか。うん、拳銃とかってどっちかイメージ的に止まってる人撃ちますもんね。そう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 。そういうことね。いやでもね、拳銃を手に入れたらっていうか、うんうん、まあ、モデルガン、エアガンだ。エアガンでもいいんだけど、はいはいはい、エアガン手に入れたら僕やりたいのはね、やっぱりね、はい、サバイバルゲームやりたいんですよ、ハンドガンで。また。もうやっぱ一応やりたいですね。あれやりたいんですよ。確かに。関谷さんが途中でリタイアした。あの、一年間かけて、はいはいはい。いつでも狙っていいよっていうやつ。いや、あれは最高に面白かったです、ね。そう。前も一回話しましたけど、はい、いつでも狙われてる状態。うん。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、うん、銀玉鉄砲。要は当たっても痛くない鉄砲があったんですよ。うんうん、で、その鉄砲を私と堀田先生と、あと関谷研究員が一丁ずつ持って、これで、もう街の中だろうが、車に乗っていようが、喫茶店だろうが、とにかく、その球に当たったら負けっていうのを1年間通してやってたんですよね。そう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 。うん、あれ罰ゲームもあってね。うんうん、罰ゲーム何でしたっけ？罰ゲームはね、うん、私がやった罰ゲームは、うん、落語の動画、うんうん。そして関谷さんが負けた罰ゲームは、Facebook の、うん、その当時 Facebook すごい流行ってたんですけど、あ、そうだした。Facebook のプロフィール写真を、うん、キティちゃんに変えなきゃいけない。ああ、そうだった、そうだった。うん、そうだよね。で、僕、勝ったのもね。勝ちました。ね。私は渋谷のハチ公前で撃たれましたね。ね、警察の前だったら、油断してるだろうと。そうそうそう。まさかハチ公前で拳銃出さないだろうと思ったら、スッと出されて、パッて撃たれました、ね。そうなんです。だから僕もね、いつ狙われてもいいように、大体こう、ジャケットの下には、はい、銃も隠し持ってたし、会社にの机にも一丁、あと、車のダッシュボードにも一丁、はい、うん。常に携帯してましたからね。いやー、あれは悔しかったな、うん、まさかハチ公前で拳銃で撃たれると思わなかったですからね。ね。そうですよ。一回だから山崎さん家の前で車止めて出てくるところを撃とうと思って待ってたこともあるし、はいはい、あれ割 と都心から離れてるんですけどね、私の家、うん、わざわざね、うん、待ち伏せあれは面白かったし、本当、スリルがあった、うん、関谷さんやってほしいな。だから関谷さんはもうストレスになってもう途中でね、そうそうそう、あれだから関谷さんは撃たれてじゃないんですよね、もう、うん、罰ゲーム受けるから、もうやめさせてほしいっていうことだったんですよね。まあまたぜひ。いやー、ほんと。高校時代やったのも、あれね、それ山崎さん相手だったかな、ボディーガード流行ったじゃないですか、ケビン・コスナーの、はい。で、ボディーガードごっこっていうのがあって、はい、これで、彼女に当てられたら負けっていう。だから自分の彼女が当たったら負けなんですよ。だからいつ、ね、彼女が狙われてるか分かんない、うん、それはそれでめちゃくちゃ面白いですね。しかもそれ、映画ボディーガードを見て、うん、あれやってみたいってことで始めたんですよ、ね。で、彼女は気づいてないんですよ。それやってること分かんない。分かんない状態だから、で、彼女は、なんでいつもそんなに近くにこうやって守ってんのって言ったら、うん、いや、お前には分かんなくていいんだって言って。うん、いやお前守んなきゃいけないんだ俺はって、それが使命なんだ、かっこいいって、ああそうありがとうみたいな、うん、流れでしたよ、確かに、うん、面白いことやってましたね。いや最高に面白かったですよ、はい、それは。じゃあまたいつか機会があったら、はい、じゃあ先生今日もありがとうございました。ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。